アンドレル・デュック・アンドレル・デュックは、フランス、サントゥアン出身の自転車競技選手。1924年、パリで開催された、世界自転車選手権、アマコジンロードで優勝。1926年に、プロへ転校し、翌1927年のツールド・フランスに出場。区間3勝を挙げ、総合4位に入った。1928年のツールド・フランスでは、 区間4勝を挙げ、総合連覇を果たしたニコラ・フランツに次いで、総合2位。また、同年のパリ・ルーベを制した。1929年のツールド・フランスでも、前年に続き区間4勝を挙げ、第7ステージでは、総合首位に立った。1930年のツールド・フランス。この大会より、個人参加が認められなくなり、完全に国。 地域別対抗戦形式に改められた元年となった。レアルコ、グエッラ、アルフレット・ビンダという2大リーダーを中心とするイタリアナショナルチームに対し、ピレネーコエステージで同じフランスナショナルチームのアントナン・マーニュラと交往してイタリア勢を粉砕し、マイヨ・ジョーヌ・オグエッラから奪うや、そのまま最後まで守り切って、初の総合優勝を果たした。1931年はツールド・フランスでは、 総合10位だったが、パリツールを制覇。1932年のツールとフランスでは、フランスナショナルチームのリーダーとして挑み、第3ステージ終了後に、前を上縫うを掴んで最後まで守り通し、2度目の総合優勝を果たした。さらにこの年のツールでは、区間6勝を挙げている。その後は1933年のクリテリウム、アンテルナショナルで、 総合優勝を果たした程度の成績だったが、1938年のツールドフランスでは、第6から第7ステージまで、毎ョーヌを着用した。1939年に引退。ツールの区間通算25勝は、ランス・アームストロングと並んで、歴代3位である。ありがとうございます。